そうですよね、はい、なんていうんですかね、はい、CD 買ってってほしいですそうですね、本当に CD というのは僕たちアーティストの本当に血と涙が本当にこう一つにギュッと詰まったものになっているの でゆくゆく僕たちがズバーンと売れた時に、俺こいつらのことマジ初めから目つけてたんだよねって言えるから、マジで買ってってくださいよ皆さん、よろしくね。生き物係さんとかもね、そうですね、神奈川の方でずっとストリートライブやってはいね、そうなんですよ、僕たちもストリートライブやりたかったんですけどね、変な格好してるやつがずっとやりたくねえやりたくねえって言って路上は本当に勘弁してくれって言って言ったんですけど、ね、本当に今日誘っていただいたエルクさんですとか、はい、ナンシーさんたちがすごくいい方たちで、はい、一緒にぜひやりましょうって言ってくださったので、はい、本当にこう答えなきゃここは男が去ると思って、はい、なんて言ったってエルクストリートさんのね、ジュガイさんはね、侍女子ということでやっぱね、男だろ侍だろっていうことで、今日はその気概を持って僕たち千葉にやってまいりましたので、はい、千葉の皆さんも気概をぜひとも僕たちに見せていただければなと思ってるわけですよ。よろしくお願いします。うまいこと喋ったな今日ねそれじゃあですね、最後の曲は、僕たちの最後です、ね、はいはい、看板の曲でもあります、そうですね、我を愛する歌という曲で、そうですよ、一部は終わりたいと思います。愛ですよ、愛入れづらいわ曲を、ごめんなさい今日は選挙に皆さん行きましたか？電車が通っております。僕たちは今日いつもの3倍汗をかいております。なんだろう、ライブハウスでやるよりなんか汗がかくわそんな曲最後に聴いてください。我を愛する歌僕たちを拾い上げて、新たな物語
body will 君愛を過ぎ去らない